ドン・ハーンは、ウォルト・ディズニー・カンパニーに在籍するプロデューサーである。ディレクターとしての顔も持つ。イリノイ州シカゴ出身。1976年に、ウォルト・ディズニー・カンパニーでのキャリアをスタートし、1991年に公開された、美女と野獣に、プロデューサーとして制作に参加したのを皮切りに次々と、ライオン・キングや、ノートルダムの鐘と、いわゆる、 ディズニーの第二次黄金期のプロデューサーを務めた。また、プロデューサー業だけではなく、ファンタジア2000では監督としての手腕を発揮した。上記の通り、ディズニーの第二次黄金期の人気作品でプロデューサーをしたこともあり、2009年現在の東大切手の推しも、推されもせぬトッププロデューサーとなっている。プロデューサーを務めた。 美女と野獣では制作チームである600人ものアーティストを集めてまとめ第64回アカデミー賞でこの分野で初めての快挙となる作品賞にノミネートされるという偉業を達成した。累計で17回ノミネートされている。アニメーションだけではなく実写映画のプロデューサーもしている。ありがとうございます。